を、はい、お水によってお書きください。一斉にお書きください。それではお願いいたします。ありがとうございました。土浦市内の渋滞の解消、あとは災害時のですね、緊急輸送道路としてのそういったネットワークの確保、これが確保されまして効果があるものであると思います。土浦北インターチェンジへのアクセスが大幅に改善され、地域の活性化に大きく貢献するものと大変嬉しく思っております。